グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート、ユーロ2020は、現地時間19日までにグループステー、第2節の試合が終了した。20日からはいよいよ各、無の運命を決める、最終節の戦いがスター、する。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつで、どこでも簡単視聴。 一ヶ月無料を試し実施中、耳を終えた時点で、すでに決勝トーナメント進を決めたのは、イタリア代表、オランダ代表、ベギー代表の3チームのみ。残り13チームの行き算がここから4日間で決定し、その他のチームは回を終えることになる。20日に行われるのはグ・プエーサイ最終節の2試合。すでに突破を決めているタリア代表。 勝ち点6が2位のウェールズ代表、勝ち点4と対戦し、3位のスイス代表、勝ち点1が4位の、と、個代表、勝ち点0と対戦する。イタリア代表は2位、うちが確定しているが、首位通過は、まだ決ま、いない。ウェールズに敗れれば2位に交代する。目、首位通過を確保するためには、ドロー以上、必要となる。ウェールズ代表はイタリアに勝ち、すれば、首位で、 グループ突破。引き分けなら2位かが確定する。敗れた場合は、スイスがトルコ。破った場合には勝ち点で並ばれ、得失点差で2と3位が決まる。現時点での得失点差では上、ルズがスイスを5点リードしているため、敗れ、モニー確保の可能性は、十分にある。スイスはと、こに勝利したとしても、前述の通り2位に浮上。切るかどうかは、ウェールズの結果次第とな。が、 勝ち点4を確保すれば3位に終わったとし、持たグループとの兼ね合いで決勝トーナメント進出は期待できる。現在マイナス3となっている。得失点差をできるだけ稼いでおく必要があるかもしれない。ここまで2連敗のトルコは2位。上の可能性は消えており、スイスに勝利して3位にしか上がることはできない。その上で他、ループの結果に望みを託すことになるが、 勝ち点3では、分が悪い。こちらもスイス同様、突破の能勢を上げるためには勝つだけでなく特質差をできるだけ積み上げておきたい。量。<music>